皆さんこんにちは経営コンサルタントの中野です今日も中野雄二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思いますこの動画を視聴する全ての方への注意点ですここでね動画を止めていただいて、えー、ここに書いてある内容言葉をですね一いちご句く読んでいただきたいと思います えー、大きいね、画面で読んでください。で、す、え、べ、ー、ての一ち一いに納得した方のみ、この後の動画を視 <laughs> 聴することができます。えー、どこかね、一点でも <coughs> 承諾できないというものがありましたら、ここで動画を止めて、えー、そっとね、止めてください。そして、他の人の動画を見てください。それでは、始めていきたいと思いまーす。 2019年3月7日木曜日暗号資産草コイン中野研究会今日のね千葉県松戸市はね冷たい雨がしとしとと降ってますね気温は8度から9度ぐらいあってそんな寒くはないですけどね明日はねちょっとねあの仮想通貨の、えー、投資家、まあ プロ投資家同士でね、東京のほうでね、飲み会があるんですよね、えー、まあ、FX もね、やってて、みんな、もうそれなりのポジション持ってるんですけどね、ポジションというか、まあ、いわゆるあっち系の人たちですね、なので、まあ、楽しみってうのは楽しみだしただ、僕は本当に忙しくてね、この4年ぐらいずっと断ってました、飲み会ね。そっち の人たちの飲み会なんですけどめんどくさくて立たてたんだけどまあ落としめした人もいるからね、まあ、ひょっとして死んじゃったらまずいなと思ってそれ行こうかなと思って今回の飲み会はそんな感じですまあわかんないけどね雨降ったらいかないですけど晴れたら、まあ、顔だけ出してすぐ帰ってくるって感じですかねはいそれで本日のお題なんですがなんといい情報ですよ なんと、信頼と実績のある、国大草コインが冒頭を始めました。ようやくですね、一年がかりでしたね。買うなら最後のチャンスですということで、皆さん何度も言いますが、何度も言いますよ。株、為替、草コイン、仮想通貨何でもそうですけど、パソコンでも、食べ物でも何でもそうですけど、安い時に買うんですよ。 で、高い時に転売するんですよ。売るんですよ。ね。何でもそうでしょ。何かを仕入れて販売する時も、安く仕入れるから高く売れるわけ,わけですよ。高く仕入れて、高く売ってもしょうがないでしょ。<laughs> 安く仕入れることができるルートを持ってたが、持ってれば、商売になるんですよ。今回、仮想通貨、草コイン、1年かかりましたよ。1年。それでね、 えー、仮想通貨草コイン中野研究会の皆さんはですねいよいよ草コインの冒頭が始まりましたので、えー、草コイン、えー、中野僕がね開発した草コイン中野自動売買ツールのインジケーターをひとまるふたに、えー、インジケーターを合わせてください、えー、それではねどういうことかということで、えー、ウェブの方を見ていきましょうと ですね、それで、まああの、海外草コインについては、えー、もうすでに、ね、何十倍とか何百倍になってるよっていうことは生弁かそれは以前の、ねえー、ちょっと前の、えー、動画で、ね、お伝えしたので、まあ、そちらの方を見ていただきたいんですけど海外口、ね、座の草コインは今回は、ね、なんと信頼と実績のある国内草コインが冒頭始めたんですよ。 でまず基礎知識としてね、国内の草コインって何なんだっていうのをお話ししていきたいと思います。それまず金融庁を見ますね。ホームページを。金融庁の金融庁スペースの仮想通貨検索すると仮想通貨関係金融庁出てくるんですよね。これを押していただいて利用者の皆様と事業者の皆様があるんで えっと、これなんですかね ?SB101 に対する警告書ってなんですかこれああ。無登録で仮想通貨交換業を行うもの SB101 ってとこあるんだね。ああ、所在地ジブラルタル。海外でもダメなんですね。はい、それで私たち利用者なのでこっちだよね。ちょっと待ってね。はい、こっちですよね。 そしてえ、今日現在の仮想通貨、まあ、金融庁に登録されている仮想通貨交換業者一覧表、まあ、PDF で見てみようかな。x クセルもありますけど。ここでまあマネーパートナーズとか、ピットフライヤーとかピットバンクとかあるでしょ。SBI、バーチャルカレンシー、GMO コインとか、ビットトレードとかあるでしょ。えー、これちょっと古いかな。まあ、それでね、 えー、ここのですね、ここを見るんですよ。一番右の取り扱うあの仮想通貨の種類があって、まあ、マネーパートナーズっていうのはコインチェックなんですけど、あ、違う違う、マネーパートナーズはマネーパートナーズか。ビットコインしか扱ってないんだよね。ほとんどの国内の取引所っていうのはもうちょっとしか扱ってないんですよ。5種類とか7種類とかしか扱ってないんだけど、なんとここ見てこんなにいっぱいある。 はい、これはですね、テックビューローですね。このテックビューローなくなっちゃって、えー、まあ、あの、違う会社にね、引き継いで、まあ、あの取引所自体は財布っていう名前なんですけど、この財布の取引所に、えー、国内草コインが、もうほとんど、ほとんど財布なんですよ。国内の草コインはね。で、海外草コインっていうのは、<coughs> あのー、価格は何倍も、な何十倍とかな、 何百倍、何千倍、何万倍だが上がるんだけど、そうは問屋が下さなくて、価格は上がるんだけど、あの日本円に換金できないケースが結構あるんですよねで。そのケースはどういうケースかっていうのは、えー、リスクがあってね、でそれについては、<coughs> またあの有料会員になっていただければ、えー、資料用意して資料と動画を用意してるんでね、まあ、それ見ていただければと思います。あの動画の 動画解説欄にですね、有料会員1月1万円ですが、まあ、非常にね、あのそれを超える内容の情報が入ってます。はい、それで、えー、その海外草コインの探し方っていうのをま、ね、っとうにやったら失敗するんですよね、うん。見るところがあって。で、国内草コインについては非常に簡単でこれ財布でしょ。もうほとんど財布しか扱ってないわけですよね。この株式会社フィスコっていうところに変わったんだけど 運営会社がね。で、ここですね、取引っていうところを押します。これは、あの、口座持ってなくても見れますからね。でですね、ここが、こう押して、こうすると、まあ、まず、主要通貨ってありましょうでしょ。主要通貨は1、2、3、4、5種類しかないんですよ。で、ビットコイン。これ、冷やしで、8時間しか。冷やしにするとどうかなと。やっぱ、あんま上がってないですよね、やっぱね。 うん、これがカルロス・ゴーンさんが逮捕された時に落ちて、ここまでね、70万円台から60万円台、62万円は落ちて、ここからファーウェイの副会長が捕まってから、36万円ぐらいまで落ちちゃったんだよね。で、ようやくちょっと上がったかなって感じですけどね。まあ少しいつもだったら上がる上が、少し上がってもやっぱり差が下げちゃうんだよね。否定されちゃうんだけど、 今回上がったら上がったで少し下がるけどやっぱり上がってきてるんですよね今回はその主要通貨についても望みは高いかなと眠はどうかな眠はちょっとダメですねえーイーサリアムは大丈夫ですね上がっていったん下がったけどでもやっぱり上がろうとしてるから やっぱりビットコイン ETF の承認が間近なんでね。やっぱり買われてますね。どうしてもね。ビットコインキャッシュも大丈夫そうですね。それ要は実はここの主要通貨じゃなくて、これトークンですね。トークンを押すと、これが草コインなんですよ。で、えー、日本の草コインはもうここに、ほとんど全部 <laughs>。ここにあります。で、例えばですね、これペペキャッシュ。ペペキャッシュを見てみましょう。 ですごい上がってますでしょすごい上がってますでしょこれ。やばいでしょこれ。おなんだよ、なんだよと。で、つい最近、直近安値があったんですよねこれね。まあ、ほと,ほとんど0.3でしょ ?0.3 ぐらい。0.3、3ぐらい。0.3だとして、計算しやすいようにね。今、2.1に上がってるんですよ。もう7倍ですよ。7倍。これが2月5日でしょで、今日が2月3月6日でしょえ、3月7日か。 ちょっっと待って <coughs> 3月7日ですよねだから約1ヶ月間で7倍になったんですよねだからもう単純計算でねこの2月5日の時にペペキャッシュを100万円買ってたら今日700万ですよだから600万の儲けです1ヶ月で <coughs> で高値があったんですよ2.8とかねで実はペペキャッシュってのはそ,そ,うそんなもんじゃなくて こんな高い時があったんですよ。これが、え,ー、え ?28 円の時があったのね。28円。<laughs> まあ、されと28円だけどね。だから、今2円でしょ ?2 円だから、あと14倍になるわけですよね。うん。まあ2円になっちゃったら悔しいよね。0.3円の時があったからね。うん。で、昔はもっと安くて、 こういう時があって、これは0.04円の時があったんだよね。0.04円の時買ってれば、ここがもう700倍、そうだな、500倍とか ?600 倍とかになったわけですよね。まあだから、1万円買ってれば600万、10万買ってれば6千万、100万買ってれば6億ですよね。 そういう、あの、特に、ま、金融庁に認可さ、に、承認されている取引所であるし、金融庁に承認されている、仮想通貨なんですよね。はい。それで、あの、まあ、前回高値、まあ、ここら辺ぐらいまで行く可能性あるよね、やっぱね。17円。だから、あと6、そうだね、7 8、8、8倍、あと8倍ぐらいいくかな。まあ、もうね、2円になっちゃってるから、 悔しいよね。0.3円の時に0.3円の時買ってれば0.3円の時買ってれば、えー、17になれば、えー、5、30、50倍か。50倍だから 10, 10万円買ってたら500万ですよね。100万買ってたら5000万だもんね。まあ悔しいけど、もうだいぶ、うん。で、今回ね、何がすごいかって言ったら目立つんだよね。この上がり具合が。むちゃくちゃ上がってるんですよ。 まあここら辺ギュッと上がって、これはいつかっていうと、去年の4月18日だからね。うん、それ以外の目,だ目立ち、目立つ、目立つでしょ、これ。目立つでしょ。で、なんか、ちょっとさ、バグってて、ちょ、ここ,こさ、実際問題、窓が開いて、ビヨーンっていってるわけですよ。ビットコイン ETF の承認か何かの、えー、情報が流れた感じですね、これね。ちょ、ちょっとこの上げ方が尋常じゃないんですよね。 尋常じゃないんです。で、全体的にこの2017年の年末から12月6日の爆上げ、これビットコインとかもそうですけど、12月頭だよね、2017年のね。うんで、ここを全部入れたとしても、この上げが目立ちすぎるんですよ。で、これはここら辺、去年1年間通しても、 <laughs> 下がる一方だったんですよね。で、これちょっと上がったと、上がっても下がる、上がってもずーっと下がって、まあ、ここら辺からは、去年の4月からは、ずーっと下がりっぱなしで、も死ぬ思いしたのが、ちょっとこう上がったとしても、ちょっとだけでもずーっと下がってますでしょ。それが、こんだけ上がってるんですよ、こんだけ。目立ちすぎるんですよ。で、これは爆上げないずで,で、これある日突然来るんですよ、爆上げって、仮想通貨は。ここもほら、 本当に、息滞在ですよね。横横で、息滞在で、ある日突然グーンて言って落ちて、ちょび、ちょび、ちょびだけど、ある日突然ガクーンって行くんですよ。で、これガクくンと落ちるんだけど、まあ、ここら辺でまあ、何日か滞在しますから、まあ、ここら辺で差し寝れといた方がいいよね。やっぱりね、前回高値のところでね。これがすごい目立ちすぎるので、ね、これすごいでしょだから、 今回は買わないとダメかなと。さすがに今回は。さすがに。これは目立ちすぎる。で、他にもね、財布トークンなんかも上がってるんですよね。上がってるんですよ、これ。で、これはまあ、何倍ってわけじゃないけど、0.、<coughs> 例えばこれ、こら辺か。0.14が0.66になったぐらいなんですけど、やっぱり目立つんだよね、ちょっとね。ちょっと目立つ。しかも、まだ開けてるんですよね。 いや、これバグかもしれないんだけど、こま窓はね、バグかもしれないんですが、えー、ちょっと吹き飛んでるということで、えー、噴火してきてるのかな。まあ、ここら辺上がって下がりましたけどね。これはそこまで目立たないですね、まだね。うん。ただ、国内草コインの何がいいかというと、あの、ここら辺でね、あの売り行ってるとすぐに日本円に変わるんですよ。で、海外の取引所っていうのは、 あの売ろうとしても <coughs> 買い手がいない時があるんだよね。でそうするとなかなか売れなくて実際問題は、えー、値段はつり上がってるのに売れないっていう現象が起きるんですよね。<coughs> でも日本の取引所っていうのはあやっぱりその売り手と買い手っていうのは結構こう板が詰まってるので結構その値段で売れるんですよね。そして出金処理すると明日とか明後日にはですね 自分の銀行、三菱,菱 UFG 銀行とか三井住友銀行とかリソナ銀行とかに、まあ、100万とか1000万とか5000万、1億とかね、きちんと入金されるんですよ。出金されるんですね。それがね、やっぱりいいところなんですね。日本の取引所を使うっていうのはね。海外はね、やっぱり難しい。で、一旦、まあ、取引して草コインをビットコインに直して、で、ビットコインを日本の、ね、財布とかビットフライヤーの取引所に送って、 で、そこでビットコインをその板、板取引して、成り行き取引してね、そして日本円に換金するわけなんだけども、そう、結構時間かかる。で、そうこうしてるうちにやっぱり値段が下がってきたりしちゃうんでね、なかなか難しいんだけども、えー、この日本の、まあ財布とかの取引所っていうのは、まあ差し入れときはそのまま日本円にパーンって自動決済されますから、はい。で、私たち欲しいのは日本円ですからね。 で、これ、草コインも、これ、ビットコイン価格の草コインあるわけですよ。例えば、ペペペキャッシュも、JPY ペペキャッシュじゃなくて、ビットコインペペキャッシュもあるんだけど、やっぱりビットコインに対してもすごい上がってるんですよね。ビットコインに対してもすごい上がってる。やっぱり目立つんだよね。上がり方が目立つので、<laughs> この、まあ、特に財布ですね。うん、財布も、そのビットコインベース、ビットコインに対する、 財布トークも上がってるわけですよね。だからこれなんか、なんかあるぞと。上がってますよね。上がってるので、やっぱ草コイン投資っての、ね、はもう今かなとで。まあちょっとまだね、上がったけど下がったやつもビットクリスタルとか,そう上,が、うん、だから上がっても下がってるやつあるから、銘柄選定はしっかりやらないといけないかなと思いつつ。うん、ただやっぱりフィースココインとか上がってますよね。 うん、やっぱり仮想通貨投資っていうのはその2倍3倍っていう、まあ、株なんかね2倍って言ったらすごいんだけども仮想通貨っての2倍なんて別にあの1日でなっちゃったりするからね、うん、<laughs> 1日で草コインなんて10倍とか、まあ、10倍とか20倍なんてすぐなっちゃうしねある日突然100倍とかになりますからでやっぱりビットコインをねあの例えばビット まあ今回さ、ペペキャッシュがまあ7倍になったわけですけども0.3が2.7倍になったわけだけども7倍ってすごい大きくて <coughs> 今ビットコインはまあ40万円だとするとね今ねそれに7倍って言ったら知ってし280万円なんですよで280万円ってまだなってるいけないんだよねビットコインが一番高いのは240万だからでもあのだからビットコインが7倍ビットコインを買って7倍を期待するのっていうのは 前代未聞なんで、非常にどうなるかわかんない。まあ、ETF 承認されるかになると思いますけどで、こういうペペキャッシュみたいなね、草インなんて平気で別に、いや、もっと高くいっちゃったんだけど、みたいな感じで、で、過去はもっとこんなすごいのあるよと、何百倍ってあったんだよと、でもここに比べればね。まあ、だから0.3に比べたら、まあ、50倍とか100倍ぐらいしかならないけれども、100倍ってすごいですからね、株で100倍って言ったらなかなかないんだけども、 仮想通貨っていうのは1名柄持ってるだけで100倍になっちゃったりするわけですよね。だから FX なんかよりも全然効率が良くて持ってるだけでいいよと。ただその持つタイミングが問題でやっぱり1ヶ月前に買っときゃよかったねと。ほんでもうこんな安くなったら買,買えないよねと。逆に、まあ、目立たない投資家っていうのは、まあ、いつ安値がねピークになるかわかんないので、えー、ドルコスト平均法でね毎週定期的に 毎週金曜日に買うとか言ってるよね。えー、ドルコスト平均法で買,う買ってれば、まあ本当良かったと思いますね。まあここまで上がんないで結構こう安い時にコツコツ買えたと思います。ということで、<laughs> まあ私の草コイン中の研究会の方、まあ、仮想通貨草コインの中の研究会の方では、まあ草コインだけじゃなくてメジャーコインもね、 あの投資の仕方の調査研究をずっとやっててですね、この1年間やってて、1年以上やってましてね、それで、あの世界の上場してる仮想通貨2000以上ある草あのコインの中で、それを4つに分割してます、うん、国内メジャーコイン、国内草コイン、海外メジャーコイン、海外草コイン、4つに分割して、4つそれぞれにですね投資の仕方があるわけですよ、失敗しない投資の仕方がね。 <laughs> でそれをまあ動画と資料に分けて、資料にまとめてですね皆様に配布してますので、どうぞあの有料会員になっていただきたいと思いますね。動画解説欄にですね有料会員のなり方の動画がありますので、それを見ていただければいいと思います。1万円を入金し、社団法人の口座に入金していただいて、ああ電話か、LINE か、電子メールでお問い合わせください。 入金しましたのでお願いしますとください。できればね、LINE で動画の中にね、あの、有料会員になるための動画を見ていただいて、その中に LINE 登録するための QR コードがありますんでね、それを、えー、スマホのカメラでパシャって撮っていただければ LINE 登録できると思います。はい、あとね、あの、最近ね、やっぱり、あの、そんな、えー、国内草コインとか海外草コインとか、自分で講座解説して、まあ、 このね、財布なんかも今は、あの、新規講座開設できないわけですよね。だから、草コイン投資をつったら今はもう海外講座でやるしかないわけですね。財布持ってれば別なんだけどね。持ってない人にとっては国内草コインの投資できないから、そ,それだったらもう海外のね、あの、メジャーコインと、海外草コインでも有名な草コインがありますから、メジャー草コインってのがあるんですよ。<laughs> はい。マイナー草コインもあるんですけど、メジャー草コインの投資の方がいいですね。 そ,のそうすると、国内草コインと同じ信頼性のある投資の仕方できますよね。でそこら辺も海外口座の解説も英語で難しいしビットコインの国内海外送金も分からないからということで個人コンサルティング依頼もすごく来てます、今。はい、それでまあ日にちとかも調整がありますからなるべく、ね、早め早めにですね お問い合わせいただければ、えー、1日1万円ですけどね。まあ、あの、有料会員さんに,になっていただかないと、えー、個人コンサルティング受けられないんでね、まあ、あの初めての人は2万円になっちゃいますけどね。まあ、有料会員さんは1月1万円なんで安いかなと思いますよ。情報が毎日ね、届きますからね。なので、えー、やるなら今からと。ようやく今からと。 はいだから今までですね仮想通貨の投資でまあ、損していた人はですねやっぱりここまでやってきたんだからまあも、まあ、ぐらいは取りたいですよねうんやっぱり最後まで諦めなかった人だけがやっぱり勝つんですよねそれはもうスポーツでも一緒だし勉強でも一緒だしビジネスでも一緒だし人生そのものだよね全部そうですね なので、<laughs> 最後までね、うん、あと一息頑張りましょう。この一年間ね、私は毎日、えー、YouTube ライブをやりながらね、仮想通貨のチャートを眺めてきました。一年間眺めてきて、やっぱりこれはちょっと違うよね、やっぱりね。全然違いますよね、今までのチャートの流れとは、右肩下がりのチャートの流れと違うよね、やっぱりね。だから、えー、やっぱここチャンスを、えー、逃さない。 まあ勇気を持ってね、えー、またチャレンジするということが必要かなと思います。それではね、今回の動画はこれで終わりにさせていただきます。どうもありがとうございました。失礼いたします。